俺の名前は村上正則、42歳。とある公立高校で教師を始めて20年近く経つ。昔から正義感だけはあると言われてきた俺にはぴったりの職場だ。しかし、そんな正義感も時には自分の人生を大きく狂わせることもある。前の妻、舞との出会いもそうだった。今から15年前、当時27歳だった俺は、まだ慣れない仕事を何とか終わらせ、夜遅くに学校を出た。家に帰るには、ちょっとした繁華街を抜ける。酒も遊びも得意ではない俺は、ほとんど寄りつかなかったが、近道にはなるのだ。その日も声をかけてくる居酒屋のキャッチをかいくぐり、路地に入った。その時、路地の隅でうずくまっている女性を見つけた。泥酔した人が倒れているなんてのは日常茶飯事だが、酒に酔っているわけではない。どこからか体一つで逃げ出してきたようだった。大丈夫ですか？俺は声をかけていた。パッと振り返ったその女性は、見た感じ同い年ぐらいだったが、見るからに痩せている。派手な化粧に香水の匂い。これまで自分は関わってきたことのないようなタイプの女性だった。この女性こそが後に俺の妻になる舞との出会いだった。隠れさせてくれない？彼女はそう言った。まるでドラマのようなセリフにたじろぐ間もなく、彼女は俺の手を引いて走り出した。結局、俺は自分の部屋に舞をかくまい、とりあえず話を聞くことにした。彼女は恋人の家から逃げ出してきたという。しかし、話を聞いていると恋人というよりお金を貸し合う関係。その恋人はアルコール依存症で、ついに彼女にも暴力を振るうようになったので、もう会いたくないけど、そうなると家がなくなる。仕事は飲み屋やスナックを渡り歩いているそうだ。舞自身も言葉は悪いが、彼女は見た通り、まともな人生は送れていないようだった。教師と夜の女、交わるはずのない二人が出会ってしまったのだ。結局、その日は帰る場所がないというので、家に泊めることに。逃げてきたというのに、能天気な舞は、一緒に寝る？と、からかって言ってくる。結局、舞をベッドで寝かせ、俺はソファーですぐに眠りについた。翌朝、俺は何かが焼ける匂いで目を覚ました。舞が朝ごはんを作ってくれ、俺は久しぶりに人と食事をしたのだった。化粧を落とした彼女は印象が変わり、素朴で可愛らしい顔をしている。優しく微笑むその表情に、どこか落ち着いている自分がいた。そしてこの日から、舞は俺の家に住み着くようになった。しかし、生活リズムは全然違う。時には俺が出社する朝に酔って帰ってくることもあった。家が見つかるまでという約束だったが、いつの間にか日は流れ、俺自身も次第に彼女に心惹かれていった。そんな生活は半年も続いた。もちろん付き合っているわけでもないし、男女の関係もない。ただ俺は舞のようなタイプの女性と一緒にいるのが新鮮だった。どうやらそれは彼女も同じのようで。あなたみたいな真面目な男の人、初めて見たよ。とよく笑っていた。そんなある日、彼女が夜遅くに
スナックでの仕事を終え帰ってきた後、突然玄関の扉を強く叩く音と叫び声が。その声に体を硬直させる彼女を見て、俺はすぐに例の恋人だと悟った。彼女には隠れているように伝え、俺は扉を開けた。結局何回か殴られてしまったものの、なんとか追い払うことに成功。自分でも彼女のためにどうしてここまでするのかわからなかった。それでも俺は化粧を落とした顔や酒を飲んでいない彼女を守りたかったのかもしれない。初めて路地で会った時のような痩せ細った顔には戻ってほしくない。そう強く思うようになっていたのだ。そしてその日の夜、俺は前に告白、それと同時に夜の仕事を辞めることも勧め、これからはちゃんと二人で住もうと伝えた。すると舞は目を丸くさせ、一筋だけ涙を流してうなずいた。いつも強気の彼女が見せた最初で最後の涙だった。こうして付き合うことになった俺たち。彼女も夜の世界からは足を洗い、俺が紹介したジムの仕事を始めた。舞の生活は幼少期から荒れていたらしく、俺との安定した生活は驚きの連続だったらしい。そして付き合ってから一年、俺たちは入籍した。それと同時に引っ越して、それなりに広い部屋での生活が始まった。初めて舞と出会った時は、面倒なことに巻き込まれたと思っていたが、こんな幸せな日々が待っていたとは。彼女もすっかり人が変わったように穏やかな女性になっていた。しかしそう思っていたのは俺だけだった。今思えば舞は俺と出会って変わった。俺が救ってやったと思いたかっただけかもしれない。結婚して数年が経った頃、次第に彼女の帰りが遅くなっていく。いくら穏やかになったとはいえ、お酒を飲んだり人と喋ったりするのは好きなようで、仕事が終わるとそのまま飲み屋に行くことも多かった。俺は酒が得意ではないので付き合えない。だからある程度その部分は多めに見て自由にさせていたのだ。しかしいよいよ彼女の顔つきはあの頃に戻っていく。俺は舞との生活に疑問を持つようになった。ある夜、いつものように夜遅くに帰ってくる彼女を俺は呼び止めた。もうつけないと言っていたあの時の香水の匂いと知らないタバコの匂いがする。舞はいい加減怒られると思ったのか、観念した子供のような表情。しかし俺は一切声を荒げることなく別れを告げた。結局舞は他の男を作っており、俺と別れてからはその男の方へ移り住んだ。何の未練もなく送り出した俺に、彼女は最後まで驚いていた。愛してなかったわけではない。でも彼女の本当の姿を俺は抱えきれないと思ったのだ。それからというもの、俺はまた一人で暮らし始めた。前から連絡は来なかったし、俺からもしなかった。どうやらまた夜の世界に戻ったらしい噂も耳にしていたし、もう二度と会うことはないだろう。そう確信していた。それからの一人の時間はあっという間に過ぎていった。自分でも結婚は向いていないと分かったし、一人の方が気は楽だ。このままゆっくり
老後を迎えられればいい。40代に突入した俺は毎日そんなことばかり考えていた。一方、舞もそれなりに幸せにやっているのだろう。無理な飲み方をしていないかは心配だったが、きっと心配してくれる男性はいくらでも見つかるだろう。俺の横なんて似合わないほど彼女は美人だったし、夜が似合った。そういえば、舞は昔からよく自分の店を持ちたいと言っていた。もし舞が20年後とかに自分の店を出したりしたら、その時は少し顔を出すのもいいかな、なんてことも思っていた。そんなある日、俺の平穏がまた突然壊された。舞がこの世を去ってしまったのだ。詳しいことは聞かず、とにかく俺は舞の通夜に向かった。舞の母は俺のことも歓迎してくれた。そして通夜が一段落した頃、俺はいろいろ話を聞こうと思い、舞の母親に声をかけた。舞の今の旦那さんとかはどこに？きっと新しい旦那がいるだろう。少し気まずいが、その人に話を聞くのが一番だと思ったのだ。しかし、舞の母が語ったのは意外な言葉だった。あの子は再婚してませんよ。それどころか。その後、舞の母はあれからの彼女の日々を教えてくれたのだ。舞は俺と別れてから確かに夜の世界に戻り、新しい男と住み始めた。しかし、その男も酒に溺れ、舞に金をせびるようになったという。挙句の果てに、男は舞を連帯保証人にし、借金を残して挑発。舞は自分の夢のための貯金を切り崩し、返済。それからしばらくは実家に帰ってきていたという。舞ね、毎晩言ってました。私のこと本当に考えてくれてたのはあの人だけだって。舞の母は彼女によく似た笑い方でそう言う。だったら連絡をくれていたら。俺の頭の中は後悔で埋め尽くされていた。私も連絡したらって言ってたんだけど、あの人の迷惑になるからって強がってね。舞の母のその言葉は俺の心に深く刺さった。ずっと彼女のことが気になっていたのに、彼女を幸せにできるのは自分ではないからと思うようにして強がっていたのは俺の方だ。それから舞はまた町に戻り、スナックで働き始めた。夜の仕事自体は彼女もやりがいを持っていたが、寄ってくる男の質が悪い。しかも舞はそれに流されてしまう。それでもあれ以来、彼女は自分の夢に向かって仕事を頑張るように。男の部屋ではなく、一人で部屋を借りて生活していたそうだ。しかし、そんなある時、早朝に仕事を終え、帰路についていた彼女に暴走した車が接触。舞は運ばれた病院で息を引き取ったという。最初は酒に酔ってふらふら歩いていたため、事故に遭ったと思われていたが、現場の監視カメラの映像で舞は道に飛び出した子猫を追いかけただけだった。むしろ酔っていたのは運転手の方だった。俺はしばらくその場から動けなかった。俺が想像してたより、舞は自分の将来のことも、そして俺のことも考えていたのだ。どうしてあの時、舞を簡単に手放してしまったのか。もう一度何度でも舞を助けてやりたかった。
そんな後悔がどんどん湧き上がってくる。俺はいても立ってもいられず、もう一度舞の顔を見に行った。穏やかに目をつむる彼女は、化粧をしていない。あの穏やかな表情。死に化粧をしないのは舞の希望らしく、あの人は私の化粧姿好きじゃなかったから。そんなことを母に伝えていたそうだ。そうして後悔を抱えたまま葬式も終わった。帰り際、舞の母はある一冊のノートを渡してくれた。帰りの長い電車でそれを開いたのだが、それは間違いだった。そのノートは、舞が自分の店を開くための計画や案がびっしり書き込まれている。しかし、そのどのページにも、俺の名前があるのだった。あの人はお酒が得意じゃないから、ノンアルコールを置く、とか、帰りが遅いと心配するから、早めに閉める、とか、今となっては、どこまで本気かわからないが、彼女の思い描く将来に俺がいたのは間違いなさそうだった。電車の中でボロボロと涙を流してしまう。思い出される彼女との日々の中で、本当の彼女を探す。すると、やはり思い出されるのは、告白したあの夜、一緒に住もうと言った時に、舞が流した一筋の涙だ。あれこそが本当の彼女だと、今、ようやく心から思えるのだった。しかし、いくら後悔しても彼女は戻ってこない。俺は、また一人の生活に戻った。と言っても、俺には新しい趣味ができた。休みの前日には繁華街に出かけるようになったのだ。舞がノートに書いていた行きつけの店を回って舞の話を聞く。どの店も舞の前の夫だというとサービスしてくれた。そしてどの店のマスターもママも、あの子は本当にいい子だったよ、本当に、と口を揃えてそう言うのだ。俺はたまらなくなって、飲めないくせに酒を口にする。案外こういうのも悪くない。俺が酒を飲んでるなんて舞が見たらなんて言うんだろう。そんなことを考えながら、舞の好きなこの街を少しずつ知っていこうと思うのだ。